解説。台湾が誇る世界的な企業と産業ベスト10。ねえ、マリサ、台湾って最近よく聞くけど、世界的に有名な企業とかあるの？お、いいところに気づいたな。台湾は小さな島国だけど、世界中で活躍している企業がたくさんあるんだぜ。へえ、それって例えばどんな企業なの？例えば、スマートフォンやパソコンで有名な企業もあれば、半導体を製造する世界的な企業もあるんだよ。台湾の技術力はすごいんだ。そんなにすごいのか。じゃあ、今日は台湾が誇る世界的な企業を教えてくれるの？もちろんだぜ。今日は台湾が誇る世界的な企業と産業ベスト10をランキング形式で紹介するぞ。台湾の企業がどれだけ世界に影響を与えているのか、じっくり見ていこうぜ。第10位、ユニマイクロン。ユニマイクロンって聞いたことないけど、どんな会社なの？ユニマイクロンは、主にプリント基板 PCB を製造している会社なんだ。プリント基板っていうのは、スマートフォンやコンピューターの中にある、緑色の板のことだな。そこに電気を通すための回路が印刷されているんだ。なるほど。それがないとスマホやパソコンが動かないんだね。でも、どうしてユニマイクロンが世界的に有名なの？ユニマイクロンは世界トップレベルの PCB メーカーだからだぜ。特に、5G 技術や高性能のデバイスに使われる高度なプリント基板を製造しているんだ。これによって、世界中の IT 企業がユニマイクロンに依存しているんだよ。5G 技術に関係しているってことは、これからますます重要になるってことだね。その通り、5G は通信速度を大幅に向上させる技術で、ユニマイクロンのプリント基板はその高い信頼性と技術力で評価されているんだ。しかも、自動車の電子機器や AI 機器にも使われているんだから、今後ますます需要が高まるだろうな。すごいね。ユニマイクロンって知らなかったけど、台湾にはこんなにすごい会社があるんだ。第9位、シリコンウェア、プレシジョン、インダストリーズ、SPIL。シリコンウェアプレシジョンインダストリーズって長い名前だね。何をしている会社なの？ SPIL は、半導体パッケージングとテストを専門とする会社なんだ。半導体パッケージングっていうのは、チップを製造した後、そのチップを保護し、他の電子部品と接続できるようにするプロセスなんだ。なるほど。パッケージングってそんなに重要なの？めちゃくちゃ重要なんだぜ。半導体チップは非常に繊細で、外部からの衝撃や湿気、熱に弱いんだ。だから、しっかりとしたパッケージングがないとチップが正常に機能しない。SPIL はその分野で世界トップレベルの技術を持っているんだ。そうなんだ。どんな会社が SPIL の技術を使っているの？ Apple やサムスン、クアルコムといった世界的な IT 企業が SPIL に頼っているんだよ。特にスマートフォンやタブレット、コンピューターに使われるチップのパッケージング技術において、SPIL の技術は欠かせないんだ。台湾の企業がこんなに重要な役割を果たしているなんて知らなかったよ。そうだな。台湾の半導体産業は世界的に見てもトップクラスだから、これからも SPIL の技術はどんどん注目されるだろうな。5G や AI 技術が進むにつれて、さらにその需要は増していくはずだ。第8位、エイサー。エイサーって聞いたことあるけど、エイサーは台湾を代表するパソコンメーカーの一つだぜ。世界中でパソコンや周辺機器を販売しているんだ。価格が手頃で高性能な製品が多いから、世界中のユーザーに愛されているんだよ。でもエイサーってどうしてそんなに成功したの？エイサーは、1976年にスタンシーという台湾人によって設立されたんだ。当初は他のメーカーの部品を製造していたんだけど、次第に自社製品を開発し、パソコン市場で頭角を現したんだ。特にノートパソコン市場では世界的なシェアを持っていて、価格と性能のバランスがいいのが特徴だな。でも他にもたくさんパソコンメーカーがあるよね？どうしてエイサーがそんなに注目されているの？コストパフォーマンスが高いだけじゃなくて、新興国市場にも積極的に進出しているんだ。例えばインドや東南アジアなどの地域で、大きな成功を収めているんだよ。それに加えて、
ゲーミングパソコンの分野でも、エイサーはプレデターというシリーズで強力な存在感を示しているんだ。ゲーミングパソコンも手掛けているんだね。確かに、そういう分野でもエイサーが活躍しているのは知らなかったよ。エイサーはこれからもパソコン業界のリーダーとして、世界中で活躍し続けるだろうな。第7位、明体電子、アルファネットワークス。明体電子ってあまり聞いたことがないけど、明体電子は、ネットワーク通信機器を製造する台湾のリーダー企業なんだ。ルーターやスイッチ、Wi-Fi 関連の機器を作っていて、通信インフラを支える重要な役割を果たしているんだぜ。私たちがインターネットを使うために欠かせない機器を作っているんだね。そうなんだ。ネットワーク通信機器は、現代社会のインフラそのものだから、明体電子のような企業がなければ今のインターネット生活は成り立たないんだよ。クラウドサービスや IoT 技術が進化する中で、こうした通信機器の重要性はますます高まっているんだ。どうして台湾の企業がこの分野でそんなに強いの？台湾は、IT 産業が発展しているからこそ、こういった通信機器の需要が高いんだ。さらに、台湾の企業は世界中の企業と提携して技術を開発し続けているんだよ。明体電子も、グローバル市場で活躍しているから、世界中の通信インフラを支えているんだ。知らないところでこんなに重要な役割を果たしている企業があったなんて、明体電子のような企業が、私たちの見えないところで通信ネットワークを支えているおかげで、毎日のインターネットが快適に使えるんだぜ。第6位、台湾大科大、台湾、モバイル。台湾大科大って名前は聞いたことあるけど、台湾大科大は、台湾を代表する通信企業の一つだ。主に携帯電話の通信サービスを提供しているんだが、それだけじゃなくて、ブロードバンドインターネットやケーブルテレビも手掛けているんだよ。携帯電話だけじゃなくてインターネットやテレビも、結構幅広くやってるんだね。その通りだ。台湾大科大は1997年に設立されて以来、台湾の通信インフラを支えてきたんだ。特に 5G の導入に力を入れていて、台湾全土に高速通信ネットワークを広げているんだぜ。5G もやってるの？それって今後もっと需要が増える分野だよね。5G は、通信速度が劇的に向上するだけじゃなく、IoT やスマートシティの発展にも大きく貢献する技術だから、台湾大科大はこれからさらに重要な役割を果たすことになるだろうな。それにしても台湾の通信業界って思った以上に発展しているんだね。日本と比べても遜色ないんじゃない？単なる通信会社にとどまらず、デジタルサービスやエンターテインメント分野でも進出していて、まさに総合的なテクノロジー企業と言えるんだ。台湾の経済成長を支える重要な企業の一つだよ。第5位、メディアテック。メディアテックってどんな会社なの？あまり聞いたことがないんだけど。メディアテックは、スマートフォンやタブレットに使われるチップを作っている、台湾を代表する半導体メーカーだ。特に中価格帯のスマートフォン用チップで、世界トップクラスのシェアを誇っているんだぜ。じゃあスマホの中にメディアテックのチップが使われているってこと？ iPhone や Galaxy ほど有名じゃないスマホメーカーでも、メディアテックのチップはかなり使われている。世界中のスマホにこの台湾の技術が生きているんだよ。それに、メディアテックは省電力性能に優れているから、バッテリーの持ちが良いスマホを実現しているんだ。省電力で性能が高いって、今の時代にぴったりだね。他にも半導体メーカーってたくさんあるよね。メディアテックはどうしてそんなに成功したの？高性能なチップを低価格で提供することに成功したんだ。これが世界中のスマートフォンメーカーにとって大きな魅力になったんだよ。5G 時代にも対応したチップをいち早く開発して、これからの通信技術にも対応している。それでメディアテックが世界中で使われているんだね。台湾の企業がこんなに重要な役割を果たしているなんて驚きだよ。第4位、ASUS。ASUS って有名なパソコンの会社だよね。どんなところがすごいの？そうだな。ASUS は台湾を代表する IT 企業の一つで、
世界中でパソコンやスマートフォン、ゲーミング機器などを提供しているんだ。特にマザーボードでは世界トップクラスのシェアを持っているんだよ。マザーボードってコンピューターの中の重要な部分だよね。それで ASUS が成功したの？ ASUS は1989年に設立されたんだけど、最初はマザーボードの開発で頭角を現したんだ。それから、ノートパソコンやスマートフォンにも進出して、特にゲーミングパソコンの分野では、ROG、リパブリック・オブ・ゲーマーズというブランドが有名だぜ。ROG って、ゲーマーに人気のブランドだよね。ASUS はゲーミング市場でも成功しているんだ。そうだ、ASUS は、ゲーミングパソコンだけでなく、ゲーミングモニターやキーボード、マウスなど、ゲーマー向けの周辺機器も数多く手掛けていて、世界中のプロゲーマーや e スポーツ大会でも使われているんだよ。品質の高さと性能のバランスが評価されているんだ。ASUS はただのパソコンメーカーじゃなくて、ゲーミング市場でも重要な存在なんだね。ASUS は革新的な技術を次々に生み出しているから、これからも IT 業界をリードし続けるだろうな。第3位、台湾国際造船 CSBC コーポレーション台湾。台湾国際造船って、造船会社だよね。具体的にどんなことをしているの？台湾国際造船は台湾で最大の造船会社で、主に商用船や軍艦を建造しているんだ。貨物船やコンテナ船を多く手掛けていて、世界中の海運業界に貢献しているんだぜ。台湾の企業がそんなに大きな造船会社を持っているなんて知らなかったよ。それに、どうしてそんなに重要な会社なの？造船業は、世界中の貿易や輸送に欠かせないインフラなんだ。台湾国際造船は、特に大型貨物船の建造に強みを持っていて、国際的な物流を支えているんだよ。コンテナ船がなければ、今のグローバルな貿易システムは成り立たないんだ。海運業界にとっては重要な企業なんだね。軍艦も作っているってことは、国防にも関わっているの？台湾の海軍向けに軍艦を建造していて、国防にも大きく寄与しているんだ。特に近年では、台湾の自主防衛能力を強化するために、最新鋭の艦艇を開発しているんだよ。造船業って、経済や国防の両方で重要な役割を果たしているんだね。台湾国際造船がなければ、台湾の輸送や防衛はどうなっていたんだろう。台湾の安全保障や経済成長を支える柱の一つなんだ。これからも、その重要性は増していくだろうな。第2位、フォンハイ精密工業、フォックスコン。フォンハイ精密工業って、フォックスコンとしても知られている会社だよね。どんなことをしているの？その通りだ。フォンハイ精密工業は、世界最大の電子機器製造受託会社で、特にアップルの iPhone を製造していることで有名なんだ。つまり、他の企業の製品を大量に生産するための工場を運営しているんだぜ。アップル以外にも他の有名な企業の製品も作っているの？もちろんだ。アップルだけじゃなく、ソニー、マイクロソフト、HP、デルなど、多くの大手テクノロジー企業がフォックスコンに製造を委託しているんだ。スマートフォンやパソコン、ゲーム機なんかもフォックスコンの工場で作られているんだよ。そんなに多くの企業がフォックスコンに頼っているんだね。どうしてこんなに大きな会社になったの？フォックスコンは、効率的な生産ラインと大規模な工場を持っているから、短期間で大量の製品を生産できるんだ。世界中に拠点を持っているから、どこでも迅速に対応できるのも強みだな。特に中国での生産が大きくて、コストを抑えつつ大量生産ができるんだよ。世界中の企業がフォックスコンを使っている理由がわかったよ。それって台湾にとってどんな影響があるの？台湾にとっては、フォックスコンがあることで世界的なサプライチェーンに深く組み込まれているんだ。台湾の経済成長にも大きく寄与しているし、技術力の向上にもつながっているんだぜ。第1、台湾石体電路製造、TSMC。台湾石体電路製造、略して TSMC ってすごく有名だよね。TSMC は、世界最大の半導体製造会社で、特に最先端の半導体チップを製造しているんだ。スマートフォン、
コンピューター、自動車、さらには AI 技術に使われるチップまで、ほとんどが TSMC の製品を使っているんだよ。それって、ほぼすべての電子機器に関わってるってこと？ Apple、NVIDIA、Qualcomm などの大手テクノロジー企業は、TSMC のチップなしでは製品を作れないと言っても過言じゃない。特に5ナノや3ナノといった最新のプロセス技術を使ったチップは、TSMC が世界でトップの技術を持っているんだぜ。すごいね。TSMC がなかったら、今のスマートフォンやコンピューターも存在しなかったかもしれないってこと？現代のデジタル社会を支えていると言ってもいい。特に半導体の需要が増加する中で、TSMC の重要性はますます高まっているんだ。AI、5G、自動運転などの技術も、TSMC のチップなしでは実現できないからな。TSMC は台湾だけじゃなくて、世界の経済や技術の発展にも大きく貢献しているんだね。まさに台湾が誇る世界的な企業の頂点だな。これからも世界の技術革新をリードしていくだろう。台湾企業と産業を振り返って。こうして見てみると、台湾って本当にすごい企業がたくさんあるんだね。知らなかったよ。そうだろう。台湾は小さな国だけど、世界の技術革新や経済に大きな影響を与えているんだ。TSMC のような半導体企業や、フォックスコンのような電子機器の製造会社がなければ、今のスマートフォンやコンピューターは存在していなかったかもしれないんだぜ。メディアテックやASUS、Acerみたいな IT 企業もすごく重要だね。台湾の企業が私たちの生活をこんなに支えていたなんて、全然知らなかったよ。台湾の企業は、技術力だけじゃなくて、世界中のサプライチェーンにも深く関わっているんだ。台湾が持つ技術や企業力が、世界の経済や技術発展にどれだけ大きな影響を与えているか、今回のランキングでよくわかっただろう。本当にそうだね。台湾の企業がこれからも成長して、もっと世界を変えていくのが楽しみだよ。その通りだな。台湾はこれからも、技術革新や経済発展をリードしていくだろうし、その影響はますます大きくなるはずだ。世界中の企業が台湾の技術力を頼りにしているんだから、これからも注目していこうぜ。うん、台湾の企業の成長に注目していこう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。